チャイントンは、ミャンマーシャン州東部の都市である。ケントゥン、チェントゥンとも表記される。チャイントンは、シャン高原の山に囲まれた盆地にあり、大国境立チレクから約160キロメートル、中国国境のモンダーから約80キロメートルに位置する。町の中心のノントゥン湖とそのあぜの丘に立つ、寺院、商店、民家などが密集して構成されている。の気候区分では、 サバナ気候に区分される。標高が高いため、冬にあたる12月から1月は最低気温が摂氏10度を下回ることがあり、4月の最も暑い時期でも摂氏40度近くまで上がることは少ない。雨季は5から10月までであり、特に8月から9月にかけては雨量が多くなる。冷える季節でも雪は降らないが霧が立ち込め、夜間に水が凍り、 屋内の人々は火鉢で弾を取る。かつては和族の居住地であったが、13世紀にランナー王国、マンラーイオーがこの地を征服し、城塞都市を築くと、北、タイからの移民により体系訓属が主な住民となった。マンラーイオーは王子と僧侶を派遣して、チャイントンを支配させた。以降ランナー、ビルマ、中国に長考しながら、 1962年までマンラー・イオーの直系子孫による統治が存続した。マンラー・イオーの子孫らは、相ボアとして代々チャイントン藩を世襲統治してきた。19世紀のビルマがイギリス領インド帝国編入後も、シャン州英国人弁務長官の下、引き続き相ボアによる自治が認められた。1905年、当時の相ボア・サオコンキャオインタレムによって、 ノントとンこ藩に西洋風の宮殿が築かれた。1942年に日本軍のビルマ侵攻を受けた後、チャイントン藩は太陽国に割上された。戦後、パンロン協定でシャン州各藩と共に相互和生存続と自由離脱権限を条件にビルマ連邦へ加入するが、後のアウンサン暗殺と1962年の軍事クーデターにより、その取り決めは保護にされ、 相母は和政は終焉した。チャイントン反最後の相サオサイロンは、軍事政権によって投獄された後に釈放されたが、故郷、チャイントンに帰らぬまま首都ヤンゴンで死去した。1991年、ミャンマー政府により、ノントゥンコ藩の宮殿も爆破、解体された。元ビルマ大使、鈴木隆史は在任中、かつて、山田長政の残党とみられる。 日本武士団がチャイントンに亡命してきたとの伝承を彼らの子孫を称する人物らから聞いている。鈴木が聞き取った内容は以下である。周囲を山々に囲まれており、外の都市へは山中を抜けるか航空機を利用しなければならない。とはいえ、古くから交易の要衝であり、現在でもミャンマー中部、メイティーラと対面国境立ちレクを結ぶ国道4号線と、 中面国境へ通じるアジアハイウェイ3号線の合流地点となっている。2015年現在、外国人はタイ国境立ち陸との間をバスやタクシーで往来可能だが、その他の都市とチャイントン間の陸路移動は認められておらず、検問所で取り締まりを受ける。一方、空路であれば外国人でもヤンゴン、マンダレーなど国内都市との移動が可能である。ありがとうございます。